山田敏夫は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、自民党人事局長、自民党タバコ議員連盟幹事長。富山県小矢部市生まれ。富山県立高岡高等学校を経て、早稲田大学政治経済学部卒業。大学卒業後、全国農業共同組合中央会に入会。組織経営対策部長。 農業対策部長、常務理事、専務理事を歴任。2007年の第21回参議院議員、通常選挙で自由民主党公認候補として、比例区から出馬し、全国農政連を、支持母体に約45万票を集めて、党内2位で、初当選。参議院農林水産委員会に所属している。2010年、自民党政権力委員会で、 農水副担当を務めた。2010年8月11日に行われた自民党参議院議員会長選挙では、中曽根博文の推薦人に名を連ねたが、海外出張を理由に選挙を欠席することになり、不在者投票は認められていないために危険を余儀なくされた。2013年の第23回参議院議員通常選挙で、 再び比例区から出馬し、約34万票を集めて、党内2位で再選。2019年の任期満了時点で72歳で、あり、70歳定年制の党の規約があるにも、かかわらず、第25回参議院議員通常選挙の候補に、特例公認された。投開票の結果、約22万票を集めて、党内9位で3度目の当選。 2019年10月、自民党組織運動本部長代理に就任。TPP 反対の急先方と呼ばれていた。受動喫煙防止を目的に飲食店などの建物内を原則禁煙とする健康増進法改正に反対。山田の関連する4つの政治団体が2015年までに6回の政治資金パーティーを開催。 これらのパーティーでは5億4293万円の収入があったにもかかわらず、うち80%のパーティーには本人は出席していなかった。また、3分の2近くのパーティーが東京都内の JA ビルで開かれていたことも判明している。有識者からは政治資金規制法上の規制が及ばないパーティーを利用した事実上の政治献金であり、 脱法行為であるとの批判が出ている。JA 全中の元上無理事が代表を務めるフォーラム21の代表はきちんとした勉強会で法律上問題ないと述べ、JA 全中と全農、全国農政連、山田の事務所は法令に従い適正に行っていると回答。山田が2016年3月18日に党本部で開かれた 会合の終了後に出席した全国農業共同組合連合会の関係者に対して暴力を振るったと報道された。目撃者の証言によると JA 関係者が山田に直接意見を述べたところ、口論となり山田が相手の水落ちあたりを相当な力で2から3発殴った後無言で立ち去ったものとされる。自民党の伊達忠和参院幹事長は 本人は事実関係を認めていると述べ、相手は親しい元同僚であり、暴力という認識はなかったと述べている。同年3月30日、自民党は山田について、厳重注意処分とした。被害者は、全治1週間の打撲症と診断され、同年4月に、刑事告訴に踏み切ったが、同年12月に検察が山田に下した判断は起訴、猶予処分であった。 2019年の参議院選挙において山田は当選を果たした者の,の得票数を前回より大きく減らしたことからすっかり忘れていた事件が足を引っ張ったのかという見出しのメールマガジンを配信したメールマガジンには当時の暴行事件の記事は誇張されたものであり事実とは異なるといった主張が掲載されていたこのことにことを唱えた被害者が実名で ダイヤモンドオンラインの取材に応じ、山田が全能上層部を通じて、殴りそうになったが、殴らなかったことにしてくれと伝えてきたことを告発した。また、対面での謝罪は一度もなく、何度か顔を合わせる機会があっても全て無視されたことも、証言している。提供された山田からのメールには、嘘をつくなというどうか詰めいた内容や、とんでもないやからは、君の方だ。 どうかしているぞと被害者を罵倒する内容が残されていた。ありがとうございます。